高くなるんですよね。本日はですね、至る所で情報としては出てますけども、最近ね、僕らのチャンネルの視聴者さん、僕らのチャンネルしか見てないって人多いんで値上げ情報を、はい、皆さんにお伝えしたいと思います、はい、我々の愛するラフロイグが値上がりますよ。というわけで行ってみよう。はい、さあ4月から値上げというわけで、来年4月、そうなんですよ、サントリーが一斉値上げということでございますよ。まあそれに伴いまた別の企業も値上げてくるでしょうけど、今情報として上がってるのはサントリーというわけで行ってみますか。はい、皆さん知りたいところはどこですかね。山崎ですかね。うん、山崎12年 700ml がですね、はい、今1万円なんですよね。ほうほう、希望小売価格、うん、これがなんと1万5000円。 50%、50%、1.5倍。 1.5 倍ですね。へえ。まあそれともね、白州も同じです。1万円、白州12年もね、1万円が1万5000円。うん、なんかあれなんか6000いくらで買えなかったっけ。買えましたよね。上がっておりますよ。はい、ノーエイジ、はい、白州山崎一緒です、これ。うん、今4500円が希望小売価格だそうで。はいはい、7000円。ほぼ 1.5 倍。やっぱ 1.5 倍ぐらい。でね、こう驚きなんですけど、はあ、チタ、はいはい、チタ今希望小売価格4000円。はいはい、やっぱ 1.5 倍6000円ですね。あー、チタ6000円ってなかなかじゃない。なかなかですね。すごくないですかこれ。響きは、響きブレンダーズチョイス、はい、700ミリ、はい、1万2000円が1万5000円。あ、そこはそうでもないんだね。そうですね、はい、そうでもなくはないか。うん、そうでもなくはないけどね。まあまあぼちぼち。はいはい、これね、すごいのはやっぱあの熟成年数が上がってからなんです。はいはい、響き21年、はい、山崎18年、はい、白州18年が今希望小売価格3万2000円なんですけど、はいはい、これ全部5万5000円になります。へえ。 1.5 倍どころじゃないね。どころじゃないんですね。これはもっとすごいな。はい、もっといいよこれ。はいまあもうね、今や手出ないっすけどね。うん、響き30年、はい、山崎25年、はいはい、白州25年、はい、これ希望小売価格16万円だそうです今。今ねえ、高、そんでも高くなったなと思うよね。9万ぐらいで入った気がするんだよ。うん、16万なんだね。へが4月から、はい、36万円。16万が36万。36万、はい、20万高くなるの。へー、すごくないですか。なんか何、これ転売価格に合わせてきてるのこれ。どういう理由なんでしょうね。まあ原種不足やらなんやらってあるんでしょうけどね。買える人が買えばみたいな感じになってきたんですかねこれね。25年前に仕込んだ原種が、うん、なる。25年前なんてのはウイスキーブームでもないですから、まあ確かに需要と供給のバランスでいった。需要と供給のバランスでこんなことになる。1998年、96年、あ、そんくらいかな、に仕込んで2000年を超えて2025年にリリースされる25年ものってことですよね。まあまあそのぐらいですよね。まあ、数は確かに少ないんでしょうね。まあ山崎の工場なんて半分ぐらい閉まってるぐらいの勢いだった頃ですから、絶対数が少ないんだろうね。まあ絶対数は少ないでしょうけど、そこで一回大量に処分したんですかねサントリーは。あのね、核に使っちゃったりとかしてんだよ。ああ、核すごい売れたじゃん。はい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 、核とんでもなく出たから、あの核のハイボールブームの時に、はいはい、原酒どんどんそっちに回したみたいな時があるんですよね。あとですね、まあ1000円ぐらいの値上がりだったりします。サントリーの、青、青5000円が6000円とか、うん、トリスが900円が990円とかね。あ、まあ 10% ぐらいの値上がりかな、大体。ちょっとお求めやすいウイスキーなんかは。核は、核はもう値上がったんで1回、はいはい、なので今回の、はい、値上がりには入ってないみたいです。まあホワイトなんかも1174円が1410円とかね。うん、レッドも884円が970円とか、こんな感じ。レッドなんかまだ売ってるんだ。あります。レッドはね、4リッターで持ってます。
サントリーさんは海外の蒸留所もお持ちですから、はい、洋物洋物ね、うん、洋物がね結構上がってますよ。はい、はい、マッカロン12年、はいはい、700ミリ正規輸入ですよね。はい、はい、9990円です今。いえそんなするんだ今ばっかりね、ね、するんですよ。はあ、はあ、まあ、12,500円。ああ、まあまあまあ3000ぐらいアップですか。うん、はい、マッカラン18年40,960円。はい、52,000円。はあ、はあ、はあ、25年が200,000が280,000。はいはい、30年が351,360円が550,000円。はあ、長熟になればなるほど上げ幅がえぐいんだね。上げ幅えぐいですね。ボーモア、ボーモア、ボーモアお持ちですよ。はい、ボーモア、12年700ミリ、はい、5060円。はい、6600円。そうでもない。まあそんなに、うん、そんなにですね、うん、ボーモアはねそんなに上がってないかな。15年が9200円が11,960円。はいはい、18年が12000円が16800円で、やっぱり25年になるとちょっと上がりますね。64,800円が97,200円。そしてラフロイグですよ。はい、ラフロイグ10年、10年現在6440円、はい、が7410円。おお、うん、まあ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 、セーフ、セーフですね。セーフですね。はいはい、何がセーフなんだっていう感じだけど、まあ平行買えば5800、6000、税込みで6400円ぐらいで買えるのかな今。ってことはきっと平行ものも上げてきますよ。上げてくっかね。平行そのままでいってほしいね。うん、セレクト4600円が5290円って感じですね。正規では長熟ってないんだっけ、ラフロイグって。ない、10年とセレクトだけでしたっけ。そうでした、ね、日本国内は。そうです、そうです。ティーチャーズ、はいはい、ティーチャーズは軒並み大体200円から500円ぐらいの値上がり。900円くらいですよね。よっ、何を、岩ちゃん何を言ってるんですか。ティーチャーズハイランドクリーム700ミリ、はい、瓶ですね、はいはい、1400円です今。あ、今1400円もするんだ。はい、希望小売価格1400円、はい、新価格は1610円です。はい、これバランタインですよ。はい、ね、前回やりましたけど12年が終売っちゅうことって、はいはい、まあ、ファイネストから17年21年30年って感じですか。はいはい、ファイネスト700ミリはねそんな上がんないです。1530円が1680円。うん、17年は9900円が、うん、待って、17年って9900円もする。6000円くらいのイメージ。7000円くらい払える。そうだよね、で買える。5800円とかじゃない、うんうん、正規だからか。うん、平行物は安いのかな、うん、まあ、そもそも正規品って見かけないですよね。見かけないね、そうだね。バランのサントリーものって、うん、確かに確かに。今9900円で出してるそうですが、うん、11,880円、17年、うん、なかなかだね。うん、21年が22000円が26400円、うん、30年が88000円が105600円。うん、高級だね。メーカーズマークが上がります。はい、3080円が3400円。フィリック、はい、700ミリ、12年、はい、4600円、うん、がテンパーアップですね、5060円。15年が8500円が9360円、18年が14000円が15400円。あ、そんな上がんないね、うん、だいたいテンパーアップですね。21年もう33000円が36300円だから、テンパーアップな。で、ラストかな、オーヘントシャン12年700ミリ、4400円が4840円。カネマラ、はい、アイリッシュですよ。金丸なんかね、もうね、じゃないですか。はい、今でも4620円。今そんなするんだ。が5080円になるそうですよ。金丸5080円。はあ。3000円くらいのイメージありますよね。あるね。金丸。あるね。で、カナディアンクラブ。はい。まあこれはあんま変わんないですね。いいですね。1530円が1680円です。ああ。最高。もうみんなカナディアンクラブ飲んだ方がいい、うん、ちゅう感じですか。はあ、主なところはすごいね、長熟がすごいね、長熟の上がり幅すごいよ、すごい ね、そこからさらにですよね、まあ、でしょうね、手に入れようとしたら。そうでしょうね、うん、特に山崎役衆、響きあたりはね、うん、まあ、僕らのチャンネルは別に山崎役衆響き飲む人はいないでしょうけどね。でしょうね、うん、サントリーがその基準をバーンって
作ったことによって軒並み各社もみたいな、うん、そうなんですよね。並行輸入してるインポーターも、はい、まあそこ基準でいいよねみたいなことをしだしたりとか、まあそうでしょうね、うん、緊急で動画を回しております。はい、サントリーのね値上げの話の途中でこれ今差し込もうと思ってるんですけど、日価も値上げということで、へー、2024年4月1日から値上がりします。エイプリルフールじゃん。エイプリルフールですが嘘ではないという。なるほど、はい、まあ上がるみたいで、ちょっと主要なところだけ言っていこうかなと思います。なんか68ぐらい値上げするらしいんですけど、へー、主要なところだけいきます。68もあるの？なんか他のものもいくのかな、なんですかね。はい、タケツピュアモルト、うん、700ミリ、うん、4500円が7000円。すごっ、結構でしょう。シングルモルト余市4500円、7000円、ね、余市10年、はい、8000円が12000円、うん、宮城京も4500円が7000円、はい、ザ・ニッカ6500円が8500円、うん、スーパーニッカ2800円、あとフロムザバレールも2800円、これが3200円、ニッカセッションは4200円、伊達3500円が4000円、ブラックニッカのクリア、はい、900円が990円、おう、あとはニッカスペシャル1350円 と、 あと リッチブレンド1330円、これが1490円、1460円って感じですね。あとはディープブレンド1500円が1650円中古って上がるみたいですわ。まあ予想通りね、最大 62% アップだそうで上がるみたいですよ。もうなんかね、まあ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 ね、しょうがない、上がると思っておりました。上がりました、上がりました。原材料や梱包資材、エネルギー価格の高騰に加え、輸送にかかる物流費などのコスト上昇が継続しており、コストの削減や生産性の向上に努めてきたが、企業努力だけで吸収することが困難であり、ニッカウイスキー余市蒸留所、宮城蒸留所に積極的な設備投資を行ってきましたが、今後も商品の安定供給と品質向上に向けて生産設備の増強が必要であることから、17ブランド60品目の価格を改定ということです。うーん、だそうですよ。案の定でしたね。はい。まあそれでも買う人は買うし、そうね。というわけで、はい、続きをどうぞ。それこそ末端である飲食店も、はい、その基準だったらその値段にするしかないですから。そうですよ、だって仕入れ値がまずそうだしね、うん、もう今後ね、全体的に軒並み上がるんですよね。理由はですね、うん、出てましたよ。国産ウイスキーは国内外において高い評価をいただいてますが、一部商品、特にプレミアウイスキーについては商品の特性上、お客様に届けるまでに非常に長い年月を要するため、お客様の需要に対し十分にお答えできない状況が続いています。うん、当社はこれまで蒸留釜や貯蔵庫増設をはじめとした生産設備を強化するとともに、山杉白州両蒸留所において魅力的なものづくり施設への刷新など様々な企業努力を行ってきました。はい、今後これまでの取り組みに加えて、さらなるブランド価値向上を目的とした中身品質の向上、はい、生産設備の強化や環境に配慮したものづくりなどを行うため、今回の価格改定を実施させていただきます。うん、どういうこと？いや、資金難だって言いたいんですかね。え、今までのもう取り返そうってこと？そうだ、多分。じゃないのかな。いや、取り返したいって言ってくれればいいんだけどね。うん、まあ言い方はいろいろありますな。そうっすよね。形になるのが何十年後とかの世界の商売っていうかね、10年20年前のサントリーのウイスキーなんて。もう本当そうだよ。それこそ25年前なんつったら、きっつーって言いながらウイスキー売れねえなって時代ですからね。まあ社長さんもね変わってますからね、ちょっと前にね、ローソンの、もともとローソンにいたゴリラっぽいサジさんじゃなくなったんだ。サジさんは、まあ、会長になったんだ。サジさん会長になったんだ、うん、へえ。外部から今代表取締役社長が変わりまして、もともとローソンの人です、ね、はい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 。あの人ね、挑戦的なんですよ。結構だから良くも悪くも挑戦的なんで、はい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 、まあちょっとねどうなるかなって感じなんですけど、あまりに売れなくなったら考え直しますよね、きっと。
まあそれがあれだからね、あのね、需要と供給ですからね、実際、うん、売れるでしょう。相手にする層をガラッと変えたんでしょうね。だからどっちかっていうと、なんだろう、あのラグジュアリー戦略に似てるというか、だから数少ない、だからそれこそプラダのバッグとかさ、エルメスのバッグみたいなさ、バーキンみたいなさ、はい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 、バッグってあれすごい売れるはずなのに、うん、なんかじゃあ世界で1000個とかしか作んないじゃない、うんうん、で作んなくてバーッとすぐ売れちゃってその後金額がどっかで上がるみたいなさ、なんか近いよね、そういう戦略にね、というわけでね、はい、あんまり我々のチャンネル視聴者さんには関係なかったかもしれないですけど、うん、ラフロイグを買っておきましょう。買っておきましょう、ね、まあんま関係ないけど、1000円1000円いや分かんない、みんなほら毎回5本ずつ買う人かもしれない、あ10本ずつ買うとね、ほらタバコ値上げ前みたいなでもね、どうせ新しいパッケージになったらまた買うんだけどね、そう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 、中学でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。